はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケースケです。さあ今日はですね、タウンホール8オンリークラン、クラクラチャンネルつばやに遊びに来ております。で今回ですね、遊びに来てびっくりしたのがですね、ですね、こちらのですね2連砲、はい、大工の拠点の村育てるとですね、通常の村の、大砲もですね2連砲に改造することができます。ただこちらの2連砲ね、射程が短いので、タウンホール9以上とかだと結構ですね、食い火で簡単にカットされてしまうんですよ。ただですね、タウンホール8になるとアチャ食いがいないですし、でさらにですね、この射程の短さが結構ですね有利になって、意外とね、タウンホール8で流行ってるらしいです。でどういうことかとね、説明しますと、ちょっとねリプレイ見ていきましょう。さあこういう風にですね、まあゴーレムを出していきます。で災害層にですね、防衛施設があるとですね、奥にですね2連砲ある場合はですね、ゴーレムでターゲットが取りづらいんですね。そうするとですね、まあサイドカットで、使っているビズとかがですね、結構この2連砲に捕まってしまってやられたりするらしいです。であとはですね、ゴレ1のゴレホグってね、結構ねタウンホール8ではね流行ってたりしますよね。なのでゴーレム1体ぐらいだったら、その火力の高さも活かしてですね、結構早く溶かせるらしいです。で見てください、はい、ただいまですね、ホグライダーとかも溶かしまして、今こういう風にですね、ゴーレムがターゲットを取らないので、ビズがね横打ちされてしまって、あっという間ですね、処理されてしまいました。なのでこういったね利点があるので、タウンホール8では結構ね流行ってるらしいです。で他のリプレイもちょっと見てみましょうか。さあ、続いてはタロスさんがね、検証してくれたんですが、まあね、やっぱりメリットもありますが、デメリットもあるらしいですね。こういう風にウォールブレーカーで1体目でね、はい、ダメージ与えていって、で、2体目で普通にこれ、開けれちゃうんですよ。反応はするんですけれども、反応してからのですね、ダメージが遅くてですね、攻撃が遅くて、結構ね、ウォールブレーカー2体ぐらいで壁開けもできてしまうらしいです。まあ、これはそうですね、タイミングとかもあるかなとは思います。さあ、そしてですね、ただですね、ゴーレム1体ぐらいだと、はい、見てください。あっという間にですね、結構もう赤表示になってますよね、ゲージが。ゲージが赤くなっていて、はい、こういう風にですね、結構やっぱり削れるなっていうのが分かったかなと思います。さあ、ということで、対戦リプの方を見ていきます。ちょっとね、2連砲が活躍しているいい防衛リプがね、なかったので、また今度ですね、いいリプレイがあったらですね、動画にしたいなと思っております。で、今回はですね、前回の対戦ですね。前回の対戦で、大砲、2連砲にしているっていうね、配置結構あって、そちらのですね、前回リプレイの方を今回はですね、もう何本もお送りしていきます。そうですね、タウンホール8の、前回リプレイ見たいですっていうね、コメント、リクエスト結構いただくので、もう今日はね、嫌っていうほど、もうケイスケさんやめてください。もうしつこいですっていうぐらいですね、今回はリプレイね、お送りしていきます。さあ、まず1本目のリプレイはですね、ポテトヘッドさんの前回リプレイですね。うまいなと思ったのが、この壁開けですね。ゴレビズ部隊と、そしてペッカですね、をしっかりと中に入れていきまして、相手の援軍処理をして、で、そしてですね、防衛施設を削って、僕のルートを作っていきます。さあ、まあ、2連砲ね、今回ね、攻略できちゃいましたね、結構簡単に。で、今回はですね、ホグライダー、結構少なめでございます。でただですね、今回の配置結構広めでございまして、火力も薄いんですよね。なのでしっかりとですね、ゴレビズ部隊でトラップさえ解除していけば、少ないホグライダーでも回っていきます。そうですね、タウンホール8の、ゴレホグですね、ボムタワーもあるし、あと2連で確か死にましたっけ。なので結構ですね、ホグライダーですね、難易度高かったりするんですが、やっぱりうまいですね、ユニット一つ一つの使い方。これによってですね、ホグライダーがですね、しっかりと最終地点の6時方向、大砲テスラまで回っていって、あとは掃除タイムで全開でございます。そうですね、やっぱりゴレウィズパート、最初ですね、うまかったので、今回は呪文一つ残してますね。ヒーリング一つとポイズン一つを残して全開といった感じでございます。さあ、それでは続いてのリプレイ、クラークラーさんの全開リプレイ、見ていきます。編成としては、ゴレウィズバルーン編成ですね。そうですね、やっぱりタウンホール8、本当にホグですね、ゴレホグ流行っているので、ホグ対策めちゃくちゃですね、された配置多いです。なのでそういった配置に対してはですね、対空砲3本折れちゃうようなルート取り、それができるようであれば、このゴレウィズバルーン編成、めちゃくちゃ強いです。さあ、まずはですね、3時方向ですね、今回注目なのが、
もうガーゴイル1体でね、大砲を壊すことができます。こういう風にですね、しっかりと、対戦の時ですね、下見をして、プランを練っていきましょう。ほんとガーゴイル1体で大砲ね、防衛数1個削れるだけでかなり大きいです。さあ、12時方向からね、ゴリビズを入れていって、相手の援軍を処理していきます。で、このペッカがね、ちょっとね、逸れちゃうんですよね。ちょっとね、これはね、クラクラさん的には反省点かもしれませんが、まあね、ここら辺はご愛嬌といった感じです。さあ、このババキンも逸れているのかどうなのかちょっとわかんないんですが、あえて流したのかな。ちゃんとね、テスラとかアーチャータワーのターゲットを取らせてですね、バルーンを投入していきました。で、ここですね、ゴレビズパート中心部分ですね。対空砲で全部降りきれるかね、ちょっとね、不安だったんですが、ここからですね、なんとか間に合います。で、注目なのがさらにですね、6時方向、ジャイアント1体を出して、ミストのね、ターゲットを取って、しっかりと固まってきたバルーンに攻撃が向かわないように、出していきました。で、中心部分ですね、ゴレマイトがね、2連砲に撃たれておりまして、あっという間に溶けるんですよね。なのでね、2連砲、やっぱりね、射程短いっていう弱点はあるんですが、火力が高いので、タウンホール8ではね、レベル2とかのゴーレムだったら、あっという間に溶かせちゃいます。ティッシュみたいにね、溶かせてしまいますので。まあ、ただね、ここはですね、しっかりとバルーンで外周のね、防衛室を削って、クラクラーさん全開、お見事でございます。そうですね、2連砲はね、やっぱり置く位置、ここね、気をつけていかないと、そんなに意味なくなったりするので、注意が必要ですよね。さあ、お次はルシファーさんの全開リプレイ、見ていきます。まずは、アーチャーやガーゴイでね、丁寧に施設をカットしていって、で、このバルーンです。3時方向。このバルーンの意味はですね、後からゴーレムにヒーラーをつけるんですよ。で、ヒーラー出した時に、もし外側にホーミング地雷ですね、ホーミングがあった場合、ヒーラーがすぐにやられてしまうので、一旦バルーンを出してトラップの確認をしてから、ゴーレムとヒーラーを出していきました。こういうね、細かいテクニック。まあ、5枠ね、ちょっと無駄にしてしまうんですが、ヒーラーがやられてしまうよりかはマシなので、こういう風にバルーンを出していきました。注目なのがですね、ゴーレムとウィズですね。まあ、ウィズ島にですね、ダメージ受けておりますが、ヒーラーの範囲攻撃でしっかりとウィズもですね、保護されていきます。で、ここですね、クラクラにはですね、ターゲットの法則、3の法則っていうのがありまして、ユニットは出た時にですね、3つの施設をターゲット取ります。なので、漢字側ですね、防衛施設壊し終えたら、ゴーレムがこういう風にね、歩いていくんですよ。で、壁を開けると、こういう風にゴーレムが入っていきます。さあ、そしてですね、援軍のペッカーを出していきまして、中央に進軍。で、援軍に対してはですね、ポイズンを落としてからのウィズですね。で、しっかりとゴーレムにターゲットを取って処理を行っていきました。さあ、見てください。この段階でかなりですね、防衛施設削れてますよね。今回はホグライダー20体と、そこそこいる状態ですが、少ないゴレビズパートで、しっかりと3時から6時にかけて、防衛施設を削って、ホグのルートを作っていきました。こういうね、ゴーレムの歩かせ方とか素晴らしいですよね。はい、しっかりとゴレビズパートで2連の巨爆とボムタワーを解除していきました。もうゴレビズでね、ここまで仕事をしてしまったらね、ホグライダー余裕ですよね。20体のホグライダーが躍動していきます。で、ちゃんとね、お掃除タイム用のね、ビズもね、しっかりと出していきまして、もう時間切れ防止ですね。やっぱりですね、結構最初のゴレビズパートに時間をかけたらもう早めにですね、回収用のユニットは出していかないと時間切れになってしまいます。ただもうここはね、もうね、だいぶゴレビズパートで防衛施設削ったおかげで、もうね、ホグの歩くルート短くなっているので、はい、ヒーリングをもうおそらく一つ残した状態で、お掃除タイムで全開ですね。いやー、ちょっとね、ルシファーさん、はじめましての方ですかね。最近入隊された方なのかわかんないんですが、めちゃくちゃうまいですよね、これ。では続いて、レッツショータイムさんの全開リプレイ見ていきます。この名前いいですよね。レッツショータイムのショーの部分が反省のせいになっていてね、ちょっと面白いなと思います。さあ、まずはですね、ゴーレムを出していって、ウィズを並べていきます。で、6時方向のバーバで確かですね、多分これは迫撃砲のターゲットね、取ろうとしてたんじゃないかなと思うんですが、ここはね、ちょっとウィズにですね、ターゲット向かってしまいました。ただ、こっからのゴレビズパート、めちゃくちゃうまいです。さあ、ウィズでですね、大砲や迫撃砲、アーチャータバーをこっから削っていきます。さあ、そうするとゴーレム、どっちに歩いていくか、もう皆さんわかりますかね。
先ほども言いましたターゲットの法則によって、近い施設ボムタワーの方にですね、これ歩いていくんですよ。さあ見ていてください。ボムタワーの方に歩いていきます。この歩かせ方うまいですね。でちゃんとしっかりとタウンホールの下方向ですね、下半身の部分をですね壁開けを行っていきました。であとはですねポイズンをかけてからのゴーレムにターゲットを取ってる間にオイリズで援軍処理を行っていきます。でさらにですね8時方向出ました。ペカヒ、ペカヒってなんかロマンありますよね。本当になんか男の子はみんな好きなんじゃねえかなって思うんですよね、ペカヒ。さあそしてですねペッカにターゲットを取っているのを見て水とですねホグを当てて施設をどんどん削っていきます。そうですね、やっぱりこういう風にターゲットを取ることによってもうねヒーリングとか使わなくてもですねホグで削っていくことができますので皆さんお試しください。でそしてですねあとはホグライダーをどんどん投入していって12時方向ですね、バーバリアンキング残っています。結構ですねホグ少なめのゴレホグとかやるときにババキン残っているの嫌なんですけれども、もう最終地点あたりがですねもう12時方向になるので防衛施設を削り終えた段階ですぐにホグがですねババキンを処理してくれます。なので無理してゴレビズパートでババキン処理をね考えなくてもホグの最終地点にねババキンが来るようであればもうババキンは無視してねホグパートスタートさせてもいいかなとは思います。ということでまたまたヒーリングを残しての全開生まれました。いやタウンホール8の皆さんうまいですよね。ほんとユニット一つ一つの使い方ですよね。でタウンホール9と違うのはやっぱりアチャクイがいないんですよ。アチャクイでのサイドカットゴレクイができないのでやっぱりウィズをどんな風に活かして守っていくかっていうねその使い方が本当にうまいなって思います。なのでタウンホール9でねもしアチャクイ工事中だよっていう人はですねまあいつもねアチャクイでサイドカットしてたけどまあウィズをねこういう風にですねしっかりと活かしていくっていうねサイドカットや削り、これ覚えておくといいかもしれません。さあ続いてはユータロンの攻めですね。ゴーレム2体編成のゴレホグとなっておりましてちゃんとねウォールブレーカーでね複数箇所開けることによってまあトラップですねたくさん解除していきます。そうですねやっぱりこういう風にタウンホール8ね、壁で隙間を作ってそこにバネトラップをね仕掛けているっていう配置ほんと多いのでこれをいかにですねゴレビズパートで解除していったりとかあとはですねトラップに引っかからないようなホグ回しをしていくかっていうのが大切になってきます。さあちゃんとですねゴレビズ部隊がですねどんどん進軍していって2連の巨爆とかもね解除したんですよ。ここでこれかなり大きいですよね。でホグライダーをねここから回していきます。さあ中心部分の2連砲見ていきましょう。やっぱりですねウィズとかこういう風に焼いてくれるのでまあ中心部分に2連砲を置くのがいいのかな。もしくはですね、外装に置くとしても、まあちょっと奥めで、簡単にですね、ウィズや、ウィズなどでカットされないようなところに置くといいかなとは思います。さあ、そしてですね、まあホグとかちょっとね、やっぱりパネトラップで結構飛ばされてますね。ほんとね、タウンホール8、ゴレホグ対策された配置が多いので、やっぱりホグパートですね、慎重に行わないと、ほんとにですね、ホグあっという間にいなくなってしまいます。そうですね、バネトラップ1つでホグ3体飛ぶっていうのはかなり、大きいですよね。はい、さっきもですね今ですね、ホグライダー中を舞いまして、切ったね花火ですね。でまあただですね火力の高い施設壊し終えたのであとはね迫撃砲を壊してあとはねお掃除タイムで全開といった感じでございます。さあそれでは最後のリプレイ見ていきましょう。今回結構長めの動画ですよね。17分ぐらいになりますかね。で、自分ですね、いつも別チャンネル双子エブリデイっていうね、チャンネルやってるんですが、そこでね、いつもね、動画撮ってる場所で、こちらのクラクラ実況の動画撮ってるんですが、この部屋ね、エアコンがないんですよ。なので今ね、ほんと汗だらだらの状態で実況しております。ほんとね、ちょっと熱中症になるんじゃないかね、心配なんですが、おっと、ルシファーさんの全開リプレイ見ていきます。さあ、さっきと同じようにですね、バルーンを1体出して、フォーミングの確認をしてから、ゴレヒを出していきました。で、バルーンのダメージがちょっとね、入ったおかげで、簡単にですね、2連砲を解除することができました。からの、こういう風にね、ゴーレムを歩かせる。このね、やっぱり歩かせ方ですよね。やっぱりちょっとね、角度をつけてゴーレムを出すことによって、しっかりとね、6時方向にゴーレムを出していきました。さあそして3時方向はペッカービズでサイドカットを行いつつこのペッカはね外周流してタゲ取り役みたいな役目ですかね。
で、このね、ゴーレム1体だけでね、もう援軍処理とかどんどんね、中央に進軍していってね、あのトラップほんと解除していくんですよ。このルシファーさんのユニット使いほんとうまいなと。さあ、見ていってください。相手の援軍もですね、ちゃんとポイズンからの追い水で、処理していきます。で、やっぱりですね、ボムタワーほんと天敵になるので、ボリビズでやっぱり壊したいのはですね、まあ援軍処理とトラップ解除、そしてボムタワーはね、やっぱりタウンホール8では壊したいかなとは思います。さあ、そして始まりましたホグパートですね。もう本当に見てください、この段階でゴリビズパートでこの人めっちゃ削りますよね。はい、もう6時方向ほとんど施設削った状態で、で、あとはですね、ホグのルートが短くなって、今回もヒーリング一つぐらい残すんじゃないですかね。あ、そうそう、エアコンがないんだったら、じゃあ窓開けて風入れろよっていう皆さんね、思うかもしれませんが、うちね、この部屋、網戸ないんで、蚊がめっちゃ入ってくるんですよ。なのでね、ちょっとね、もう密室、もうね、この7月とか8月でね、動画撮るとほんとね、地獄でございます。さあ、というわけで雑談でね、ちょっとね、いろんな場面ね、見過ごしてしまいましたが、こういう風にルシファーさん、星6、お見事でございます。というわけで、今回はですね、2連砲はタウンホール8で結構流行っているという動画、お送りしていきました。そうですね、こういう風にですね、タウンホール8の全開リプレイ、あとは他のタウンホール隊のね、全開リプレイもどんどん動画にしていきますので、まだチャンネル登録してないよーっていう方は、ぜひとも登録、お願いいたします。はい。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。